前編ではセルビアの複雑な歴史背景を振り返ってきました。後編では EU 加盟を目指すセルビアと EU と対立関係にあるロシアの関係について学んでいきましょう。セルビアはEU への加盟、こちらも施行しているということだと思うんですけれども、これは現実問題としてこの加盟っていうのは実現しそうなんでしょうか。交渉は少しずつですけれども進んできました。セルビアは2009年に EU 加盟を申請し、2012年に加盟候補国となりました。翌年、コスボとセルビアの間で関係正常化に向けたブリュッセル合意が成立し、2014年に加盟交渉が開始しました。 EU の加盟にはそもそも、いろんな政治的な条件、経済的な条件っていうのは、これは全ての国に共通して認められるんですけれども、セルビアに関してはですね、特にそれらの条件に加えてコソボとの和平について合意してくださいよと、そういうのが重要な要件ということになっております。そういうこともあってセルビアとコソボの間では、長い間対話が続けられてきたんですけれども、コソボ側の政治基盤が比較的ちょっと不安定で、和平のための対話っていうのは簡単には進んではこなかったという、そういう事情があります。で、EU もですね、セルビアとコソボの対話に関しては自分たちは仲介者であって裁定者ではありませんという、そういう立場を取ってきまして、今までその中身にまで立ち入って協議に参加するということはなかったんですね。またさらに言うと、その EU 自体も2010年代後半ですが、ブレクジットっていうのがありましたですね、それからあと中東からの難民の大量流入という、そういう問題もありまして、その時期その西バルカン諸国の加盟問題というのに取り組むという余裕もなかなかなかったのではないかと、というのが本当のところではないかと思います。で、ロシアによるウクライナ侵攻っていうのが、 EU が西バルカン諸国を取り込もうと、加盟にスピードアップしていこうという最近の動きが出てきたことと関係あるのはもちろんありますけれども、他方ですね、 EU 加盟のプロセスというのは非常に交渉も何年もかかるプロセスなんで、まだまだ道のりは長いんではないかと、そういうふうに考えています。 NATO の、セルビア空爆の話がありましたけれども、あれは確かに評価について言うと、分かれるようなものだったというふうに記憶しています。プーチン大統領が、ウクライナ侵攻の直前に行った演説の中でも、セルビアの空爆の話が言及されておりまして、少なくとも、ロシアにとってこの主張の材料に、このセルビアの空爆がなってしまっているということは、否定できないのかなというふうに思っています。そういう中でですね、この、ウクライナ侵攻を機にロシアとセルビアの関係、ここには何か変化があったというふうに考えられるんでしょうか。はい、セルビアはコソボ問題に関して長い間ロシアから外交的に支援を得てきたわけですね。エネルギー政策上はロシアからの天然ガスに依存する割合が極めて高いという事実があります。ロシアから天然ガスを止められるとですね、文字通り冬が越せないという、そういう事情もあります。そういうわけでセルビアはロシアに対してウクライナ侵攻を正面切って非難しにくいという、そういう立場にあると思います。それはもう間違いないですね。それでもセルビアは国連の決議、ロシアの非難決議には賛成票を投じてます。ただロシアの経済制裁には参加をしていないという、そういうことがあります。私からすれば非難決議だけでもよく賛成投票が投じたもんだなと、というふうに思っております。ところがここへ来てですね、 EU が従来から その仲介者に徹すると中身は立ち入らないと、そういう方針を転換してですね、 EU 自らの和平案、これはドイツとフランスが作った案なんですけれども、それを作成してセルビアとコソボに受け入れるようにというふうに、そういう強く迫ってるという、これは昨年の中頃からそういう動きが出てまいりました。明らかにそれは EU がですね、本気になってセルビアをロシアから切り離して自分たちのところに取り込もうと、というふうに考えたからだと思いますが、背後にはアメリカの力とかですね、影響も明確でするというのが実際のところですね。各種の報道によると、 EU はセルビアに対してコソボの独立までは要求しないものの、国連加盟をさせる代わりにセルビアの EU 加盟プロセスを加速させ、巨額の援助も約束するという内容です。また EU はコソボに対してもセルビアからの国家承認は諦めて国連加盟に方針を転換することや、セルビア系住民の自治組織設立を認めるよう迫っています。
コソボの独立とかですね、またコソボの国連加盟もそうなんですけれども、そういうのは認めないっていうのはもうセルビアの国是っていうかもう国の基本方針なわけですね。セルビアってそういった国ですから、その EU の今の和平提案が簡単に受け入れられるものかっていうと、とてもそれはそうではないと思います。ただしかしながらですね、いつまでもこういうのを受け入れない受け入れないって言っていると、まあ、EU への加盟っていうのは実際上は遠のいていくと。それで EU 諸国からのいろんな直接措置もだんだん先細りしていくと。でさらにですね、これはちょっと真相はわからないんですが、 EU はセルビアに対してはいつまでもグズグズしてると経済制裁するぞっていう、そこまでちらつかされているっていう話もあります。そういうことなんで、そういった EU の方針転換というのがもちろんロシアのウクライナ侵攻の副作用の一つだと言えます。いやーなんかね、このセルビアをめぐって今 EU と、まあ、ロシアが、まあ、綱引きをしている状態だということがよく分かりました。ところで中国なんですけれども、まあ、最近こう中国は、まあ、セルビアに対してはこうどういうふうにアプローチしてるんでしょうか。はい、中国はですね、一帯一路政策の中で、まあ、中東の地域に対しては16プラス1というそういうフレームワークを立ち上げて、それで、まあ、経済協力とかそういうことを推進しているわけですね。中国のセルビアへの投資額は2010年代から急激に拡大し、今では 8.7% を占める水準になっています。貿易量も2022年は中国が1位の 12% 程度を占めました。セルビアにおける中国のプレゼンスは近年非常に大きくなっており、セルビアは西バルカン地域における中国の影響力の拠点という指摘もあります。中国はコソボの独立を認めてませんから、この点でも、まあ、セルビアにとっては政治的に外交的にも頼りになる存在ですねと。で他方でですね、 EU はやっぱりセルビアと中国が接近するっていうのは警戒してるわけですね。なのでその EU の加盟にも当然影響が出てくるということで、今後もセルビアが中国との関係をどうやって維持していくのか、これから中国との外交上の関係の方向性をどういうふうに持っていくのかっていうのは極めて重要なことで、我々としても大いに注目しているところであります。どうもありがとうございました。もう本当に大変勉強になりました。ロシアによるウクライナ侵攻はいろいろな国に余波を及ぼしていて、まあ、セルビアもそういう国の一つです。ロシアは、まあ、セルビアについてコソボの問題もあって影響力がありますけれども、まあ、EU としてはこのセルビアをなんとか自分の側に引き寄せたい、そして法の支配と民主的な秩序を確立して、まあ、地域の安定を確保したいということなんですが、これが果たしてうまくいくのか、まあ、大いに注目されるところだと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の番組でお会いしましょう。